人気グループ、何わ男子の大西流星が主を務める24日スタートの日本テレビ新度くれない刺すライフ毎週月曜深0時59分第1話を前に何わ小ゼミンで第1話鑑賞会を開催その模様が新ラ公式チャンネルで公開された今作は大西ジルメイク男子の大学生北条正人と逃げた恵み演じるすっぴん女子のヒロイン 源来、画面ズコスメブランドを立ち上げながら、ゴーという夢を共に追いかけるうち、恋に発展、るという新時代の企業青春ラブコメディー、人の兄、カズマを、松島さとし、セクシーゾーンが演じる。鑑賞会では、縁の大西を囲み、西畑大吾、道江春優、高橋京平、おけん森、藤原浄一郎、大橋和也が、ドラマの緑、ロを語り尽くす。 ドラマ撮影の裏話のほか、目、バードくじ目線での推しポイントや、何は男、が歌う主題歌、メイクアップデーについて徹底トークを展開す。さらに話題は、何は男子のメイク事情に、子、さあ、あでもメンバーにメイクをするという、西は、竹くん、藤原から本番5分前に、俺、今日目、レテンレン、どうにかして、ってお願いされた、暴露。このほか大橋も、流星から、 メイク道具を、くかりると話し、高橋も、リユチェ、大西の丘、デリップを塗るようになったと語るなど、古メ知識豊富な体制にまつわるエピソードが、ラカとなった。また、初回放送当日の24日午後9時30分、頃より、シンドラ公式インスタグラムアカントで大西と松島による、インスタライブも催し、劇中で、兄弟役を演じる二人が明かす撮影裏、を語る。